はい、こんにちは。哲学史の続きですね。今日もよろしくお願いします。久しぶりだけど、レポートは出たのかな。結構直前まで出ないから、さっき見ても半分ぐらいだった気がするけども、それぞれつじつま合わせて出して。さて、本来間開けたくなかったけど、間を置きながら、ルネサンスとかをの余波を見ながら、つまりさっきまで、いや以前まで見ていたデカルトのフランスとか、そのヨーロッパの、北西部だけじゃないところを、見たりしながら、いよいよというか、場所が変わって、いわゆるイギリスというところの話になりかけているところだよね。そういうあたりを、いろいろと文字で見てもらい、どんな感じか見当をつけるっていうふうなことが、課題であった。で、それを踏まえつつ、一応今日は最初からいわゆるイギリスに入るわけじゃないけども、その辺までのところとしよう。そしてそれは、よく知られた用語で言えば、イギリスのことを漢字で英国というとして、英国経験論とかって言い方ね。いわゆる英語だからエクスペリエンスっていうふうな言葉があるわけだけども、エンピリズムっていう言い方がされる理由は、エンピリっていうそのギリシャ語を、なんていうか、借用してるわけなんだね。この頃と言うべきか、このような時期、1700年に至る頃から、とりわけ前見たルイ14世という節目の人が、ギリシャこそがなんかヨーロッパの要、中心っていうふうなことを強く言い出し、その学問的なものを語る限りは、なんかギリシャ的な表現、ギリシャ的な傾向の言い方が、一種必須というべきか、箔をつけるための大事な、というか学術度を上げるための大事なものともなっていくような感じね。その流れで、後で見るジョン・ロック、いわゆる認識論はエピステモロジー、エピステーメっていうギリシャ語とか、あるいは今言ったエンピリーっていう言葉とかが出てき、今に至る。今でも何か、なんとかネコチンとか そのプランクトンとかもみんなギリシャ系の言葉ね。プランクトンっていうのは漂うものっていう感じで見たけども、そういうその学術名が、ギリシャ語絡みってことは、ちょっと時代の流れでもあるということを押さえておく。というわけで、一応今日も前と同じく横書き縦書きを共に使うことになりそうなので、どうしようか。そのちらっと横書きの40、41を開けてもらって、なんとなく下読みして大体分かったかというふうなことをあれしよう、強くしよう。というわけで、上の左のチェザーレ・ボルジャにつながる、一種の政治論みたいなことをちょっと今ここでは触れずに、名前として左下のブルーノの話は読めば大体のことがわかる。実際はその当人の書いたものを読まないと、言いたいことをつかめないかもしれないけども、なんとなく要のちょっと気の毒な人っていうふうな意味で見ておいて。
一応、今、気の毒って言ったことを説明しておくと、41ページの右上の中の部分の末尾に、ローマで異端の罪により憤慨に処されると書いてるね。というわけで、火炙りっていうのは最も厳しいというか、苛烈な刑でもあるわけだけども、それに処された。そして、コペルニクスの名前があったり、ニコラウス・クザーヌスはルネサンスのところで出てた。そして、ビーコの名前が右の方に載ってるわけだけども、これは前ちらっと言ったけども、年代が、ブルノとはだいぶ違うってことを目で確認しておいて、そして、ビーコもやはり 同じこと言ってしょうがないけども、本人の思いはどういう人か分かんないから、一応説明的にはここで書かれてるような感じの人だってことで、済ましておいて、いずれにしろイタリアはその移行期において無視できない人たちであった。そしてそもそものルネサンスみたいなギリシャへの復帰みたいなことの起こりが、イタリアの変から始まるわけだからね。それあってこそ、その後の、独自な西ヨーロッパ的な思想、忖度、芸術も込みで、さまざまなものが生じるって話のために、イタリアを、ルネサンスと別にここで追ってるというふうにしよう。それでも、ある意味でイタリアが、その、ギリシャ的なものを、そこはかとない形で継いでいたからこそ、そこをてこに、いろんな意味での、純キリスト教的な、つまり非ギリシャ的な意味での純キリスト教的カトリック的な思想及び発想から抜け出るような別の経路も、まあ、か細いながら続いてきたって話でイタリアなんだね。そういういろんなことがあった上で、さっき言ったルイ14世の変とかを含む西ヨーロッパでいろんなものが新たに開花するのが、大航海時代みたいなことと重なるそれ以降の時代で、デカルトが位置づけられていたという一連の話を一応片方に置いて、片やその地理的に言えば別の場所に属するいわゆるグレートブリテン島ですね。そのイギリスって何指すか分かりにくい言葉だけども、便利な言葉だから全てイギリスというふうに言おうと思いますね。後で見るけども、イングランドとかスコットランドとか、本来さまざまな区別づけを内部に設けるべきこともあるんだけども、なんとなくってことで、その大英帝国ってことで、イギリスということでしょうね。そのイギリスの話であると。そういうわけで、ページめくって42、43開けて、そして開けた状態で、次の44、45がジョン・ロックってことを見てね。で、そのジョン・ロックの年代、何度も見たかもしれないけども、今もう一回、その生没年を確認しよう。1632-1704。ちょうど100年後の1804にカントが死んでるから、死んだ年で言えばちょうど100年ぐらいずれてるんだね、ジョン・ロックの没年とカントの没年が。カントはドイツだけども。で、何が言いたいかっていうと、その、前見たライプニッツとかからすれば、少し以降、手前にずれてるっていうふうなことを、なんとなくイメージで掴んでほしいっていう意味で、今、年代を言ったんだけども、その、ジョン・ロックに先立つデカルト、その、ような時代と被る頃に、何が起こっていたかっていうふうな話が、ちょっともう一回めくり戻して、42、3ページのベーコン・ホブズっていうところなのでね、そのような話として42、3ページを見ていこう。で、ここはその縦書きの方では触れられていないので、縦書きでは直に思想家としてのジョン・ロックの説明から始まるので、一応ここで横書きの方で推移を見てみようってですね。だが、最初のところはどうしよう。
一応読む必要がありそうだね。西洋哲学史における近代はという42ページ一緒に見ていくんで、スコラ哲学というのは、硬直したキリスト教の教義に縛られた、一種その袋小路に陥った、かつなんか荘厳だが中身がないっていうニュアンスで語れる意味でのスコラ哲学っていうふうに考えて、前見たスコラ哲学っていう前のページはもうちょっとその別のニュアンスがあったね。つまり、トマス・アキナスの話とかを論じていた箇所ではある意味でその盛りであった、非常に大きな頂点を迎えた意味で、説明があったけども、ここはそういうところから決別するって話で悪い位置で語られている。そういう決別によって幕を開ける。それが同時に近代への移行期なわけだけども、近代に入ると諸学、とりわけ自然学の停滞が強く意識されるようになり、その原因はこれ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 っていうふうに書いてますね。アリストテレスが悪いというよりも、アリストテレスを、かなり、その強硬にキリスト教の議論の中に、閉じ込める、キリスト教の議論としてアリストテレスを説明し直すっていうふうな、そういう意味でのアリストテレスのことだから、アリストテレス自身が非常に何かつまらんことを言ってるっていうふうに理解せずにおいて、むしろスコラ的意味に絡め取られたアリストテレスにちょっと、そのつまずきの石が含まれていた。さて、次読むと、17世紀初頭のイギリスにおいては、フランシス・ベーコンが従来のスコラ学を痛烈に批判し、それに代わる諸学の体系的な大革新を構想するようになる。体系って言葉は前見た通り、余さず全てをというニュアンスが入るね。その一番大きな絵図で言えば、その自然に関わる話も、有機体に関わる話も、我々の政治とかに関わる話もっていうふうな、その大きな広がり、全体を一つの問うべき、その世界と捉える。それをしかもいろいろと使い分けるんじゃなくって、大きな一つの説明原理に即して、別の言い方で言えば一つの理性に即して、理性というか新しい意味の言葉ね、人間の理性に即して語り尽くすっていうふうなニュアンスがこの体系っていうふうな言葉にあると思うとして受け止めて、その体系的な大革新ということを、まあ、本人の言葉、そういう言い方をして打ち出すということですね。その革新の構想の一部が1620年というわけだから、デカルトが没するのが1650年、そのしばらく前に出された、ノブム・オルガノム。カタカナで書いてるね。昔、岩波文庫とかの訳では、新機関ってね、新しい機関って、機関っていうのは、なんて言えばいいんだ、機械の機と、関所の関、機関。新機関っていう訳がついてた気がするけども、それだと、なんか意味が偏ってしまうっていうふうなことでしょうかね。なんか、機械の仕組みみたいな話に聞こえるかもしれないけども、そうじゃなくって、オルガヌムって言葉は、まあ、なんとなくわかると思うけども、全体が一つにつながった、その有機的全体ってニュアンスね。もう一回言い直すと、確かに、生物は目とか腸とか皮膚というか膜とかいろんな部品に分けられるけども、膜とか全て足していけば、並べれば生物ができるんじゃなくて、一つの、なんて言うんだろう、部分の集まりを超えた全体って感じがあるね。その大きな全体一つにまとまり、その中でこそそれぞれの場所が生きてくるっていうふうな、それがオルガヌムっていうふうな言葉に含まれてる有機的全体っていう意味なのね。さっき言った体系的ないろんな含みも、どれも欠けちゃいかん、どれもこれもが相がして一つの大きな全体を作るのだっていうふうな、
まさにそういうその全体に関する新しい論というものが、の部分もオルガルムっていうふうな意味だと考えておこう。そこでは自然学を着実に進歩させるために、私たちの知性をどのように用いるべきかが、すなわち、新たな意味での、そのスキエンチアの方法が探求されると書いてますね。ただ科学っていう言い方が、彼の年代を経て今我々が知るような意味の科学っていうふうな意味に推移していったってことをちょっと織り込んでおいてほしいんだね。今知るような意味での科学っていうと、常に応用科学であり、実証的な科学でありとかっていうふうな、つまり何か用の役に立つっていうふうなことが大前提だよね。しかし常にそうだったわけではない。とりあえずこのベーコンの時代においてそうだったかというと、そうでもない。むしろ大きな、その知ること、人間が知りることはどこまで及ぶか、その人間が及ぶ知って漢字で書いただけだけど、知るってことね。その知の全貌のことを、そのスキエンチアっていうふうに言っていたりしたので、そのスキエンチアの別の役が学問とか科学となるかもしれないけども、それはさっき言った話の左の方の、左の方とかにあるけども、その信仰とかも関わる話なんだね。だから、その、なんて言えばいいんだ、純理論として洗練された信仰とか道徳とかを、それはその余計な強雑物だから省くって意味での科学じゃない。だよね。そう考えて。まあ、そういうその知の自律的なあり方はいかなるものかっていうふうな意味での知識論、知の論っていうふうなことで一応受け止めておこう。そういうわけで、その話は、フランシス・ベーコンの話は、何が有名かっていうと、その続きの辺に載ってることかもしれんから、いいかな？今42が空いてるとして、左のページ、第2段落本文、自然の本質に関するっていうところから、その大きな1のおしまいね、そこまでちょっと目で、じゃね、目読して、読んでるはずだから、2分ぐらいで読み終わって。で、そこ読んでたら、読み終わってたら、左の中の4番、イドラというふうな、その説明も見ておいて。最後の方は次のブロックへの橋渡しだから、後でもう一回簡単に触れることにして、まあ言い足すことはあまりないのだけども、いわゆるデータっていうふうな言葉があることはちょっと確認しておこう。その以前のというか、前のそのコペルニクスとかがいるわけだけども、そのコペルニクスみたいなことじゃないじゃない、そういう人たちの議論は、ある意味で、その理論的な追求によるものでもあるけども、同時に観測の結果と照合してこそ出てくる話なんだね。地動説、言い間違えた、地動説みたいなことを明かしするためには、まあ、その実際にはいろんな人がいて、何となく漫画でしてるかもしれないけども、いろんな人がいて、そのデータがあって、それでそれに照らしてこうだっていうふうな、その
生の素材みたいなものをいかに料理するかみたいなことが科学かというかスキエンチアか。スキエンチアっていうのはなんか一挙にまとまったもんとしてつるんと上から与えられるもんじゃなくって、急に丸ごと発見するっていうよりも、むしろそういう地道な手探り的な手仕事的な経路で、なんていうか模索されて確立されるもんだっていうふうな、そういうニュアンスの科学論、科学の方法論、科学の経路。方法ってのは道って意味だから、こういう道を辿らないと、その確立できないっていうふうな、その、いろんな部門があるとしても、生物とか地学とかいろんな部門があるとしても、そのそれぞれにいわば共通なひな形みたいなことね、データの収集とか、そんなふうなことを知識論として展開したって話で一応受け止めてみましょう。それに即してやってこそ、さまざまないろんな、人を欺く虚妄から逃れることができるって話がイドラの話であると。我々の周りはそんなふうな、データに即さないような意味でのいろんな、今で言えばバイアスみたいなものが常に関わってくるかもしれん。それを自分自身でうまく外しながら、問いを進める必要があるっていうようなことね。まあそんなもんとして一応、ベーコンを見たことにしようね。それで、その最後の段落の辺をもう一回ちょっと一部見ておくと、ベーコンが行った私たち自身の感覚や知性の反省、自分たちの感覚とか知性は、ある意味で頼りになり、ある意味で欺く方へと傾く、とうとうその感覚を通じて得たもの、それをいかなる仕方で、自ら用いるかっていうふうなことに関して、さまざまな一種の知見を後世にもたらしたということですね。それは彼がロック以降盛んとなる近代認識論の開始点に位置していたことを示しておる。さっき言ったエピステモロジーっていうふうなエピステーメという言葉から、造語されたのが認識論ってやつなので、そういう仕切り直しの認識論ね。自分自身の中で得るもんだが、一種、自分自身がそれを吟味して取捨選択してそこから何かをつかみ出すっていう意味で、その意味でのそのセンセーション感覚みたいなことを、つかみ直す、見たものをそのまま信じるじゃなくて、見たこと自身の素材を料理して何かを見出すっていうふうな、まあ、そんな意味での、認識論がここから始まってると言えますかってですね。だが、そのロックに行く前に、大変大事な人物として、トマス・ホブズがいると。それのところを一応追っておこうね。だがこれ実はかなり長い話で、42ページの下から右全部がホブズだから、一応まあ軽めだけども、くまなく見ておこうともね。そういうわけで、最初のリバヤさん、レビアタンっていうヘブライ語の聖書のその終末の怪物の名前の英語読みだけども、そのリバヤサンという書物、そして、時代がこの頃ってこともよく見て、ちょうどデカルト没した頃ってね、政治論だが、まあ、右下読みしてるか分かると思うけども、この人も同じく、多方面というよりも、全方面に関して、議論を展開した、さっきの言い方で言えば、体系的な、学問論の人なのだね。ようやく最近になって初めてその自然論とか政治論とかいろんな部門の論文の翻訳が出たのだけども、そういうその扱ってるものを見ればわかる話だが、全方位なんだね。そう考えて。書いてある通り、歴史や数学など多方面にわたるのだが、中でも注目されるのがこれだって言ってるわけだから、だからリバヤさんの人というふうにまとめちゃいけない。なぜならば、リバヤさんの議論ができるためにも、人間の自然的本性とか、
さまざまなものを織り込んだ上でのことだったわけだから、その体系性の中で政治もまた位置を持つということなんだね。だがもう一回年代確認するんだけども、確認してなかったから今確認するんだけども、43ページのその写真の図の年代見といて、どう比較すればいいのだっけ？そのジョン・ロックと長生きだからね、ジョン・ロックとかぶったりする、そしてデカルトとやはりかぶる、それでいろんな人とかぶるわけなんだね。だからホブズに関して言えば、そのデカルトを継ぐ人というふうには簡単に言えないのだな。むしろデカルトと共に生きていた人みたいなニュアンス、かつもうちょっと長生きした人っていうふうな位置づけになるわけだね。まあ、それでかつ何て言えばいいんだ、場所的にだいぶ離れてたりして、確かだけども文通はしてないと思うね、この2人に関しては。さて、それでもう一個言うことがあり、まあ、いろいろと名誉革命その他の、いろんな年譜は頭に入ってるかもしれない。それでイギリスの何て言えばいいんだ、憲政史上っていうのか、イギリスがその議会制の、まあ、一種の標準形を確立するに至るとすれば、そこに至るいろんなことが起こったね。その何て言えばいいんだ、反動的な勢力とか革新的な勢力とか幾重にも重なってさまざまなことが起きるのだが、まあ、その大きなうねりの、まあ、多分といえば多分、発端の近くにいた人と考えて、この辺からいろんなことが起きる。そのホブズね。だからその中でこの政治論であるリバヤさんを書くってことは、まあ、かなりその初発的な初期的な議論の下地を作りもしたわけなんでね。で、当然といえば当然かもしれんが、いろいろとモンテスキュー、その他いろんな人が前後して出てくるわけだけども、政治形態自身がだいぶ大陸とこのイギリスとで違ったりしうる。そして、まあ、法に関する構えもだいぶ違うかもしれない。まあ、そういうこともあって、まあ、一応独立した議論として今以下の話を見てみましょう。一応本文読むと42の一番下の2行、その中でホブズは国家、この場合コモンウェルスって言い方だということをちょっとあれしよう。なんていうか、明記しようね。カントリーでもなく、ネーションでもなく、ステートでもない。その意味で、コモンウェルスって言い方がなされている。まあ、現代のイギリス中心のコモンウェルスっていうのは全く別の意味だけども、とりあえず、コモンとウェルスは、とりあえず、富といえば富だけども、安寧みたいなニュアンスもあるよね。そのウェルフェアみたいなニュアンスも入ってて、その健やかに、健康に、安全に、といろんな意味がまあ重なっているもんとして、そういう人間が生きていくうちでの、その大事な抑えておくべき価値みたいな意味、それがウェルスと考えておこう。それを共通のもんとして、コモンなもんとして、いかに我々は獲得し得るかって話であり、それはその時、そういうところに生きる人間はいかなるありさまをするか、そういうふうな人間の集合をどのふうな形で、まとめ上げるかっていうふうなことが、いわばゼロから問われているという話なんだね。ゼロからっていうのは、現存する制度とかを抜きにしても成立するそのありさまを問うから、その意味で、その丸ごとその思考によってそのありさまを考えるっていうふうなニュアンスで、
続き読もう。さて、一応本文読んでおくんだけども、国家コモンウェルスとは、人間たちが自らを保護し防衛するために、自らを素材として作り上げた人工的人間であるというふうな、人間理解、国家理解を提示しておる。人間が国家の素材であり、創造者であるとするならば、国家論、国家を論ずる論は、人間の考察を出発点としなければならない。かくして彼はまず人間の考察へと向かうことになる。まずってのは、その手前の前提条件としてってことだよね。人間論部門、自然論部門、それで国家論部門みたいに、いろんな方向を、くまなく論じないけりゃいかん。一足飛びに国家の議論をできはしないということですね。というわけで、次はしかし、ちょっと目読で済ましたいんで、残りね、43の上のホブズ話から2の最後までまた目読して、短時間で。一応話をさせていくんだけども、物体とその運動から現象を説明する機械論的メカニカルで唯物論的マテリスリスティックっていうふうなことを書いてるわけだけども、それでその形で人間も扱うって書いてるけども、そのニュアンスは、人間を機械としてしか見ていないというよりも、むしろ人間を自然と地続きで考えてるっていうのをして考んで見といた方がいいね、この場合ね。その変な意味で人間の身体性を何か特権的なもんとして考えるとか、あるいは他の物体と違って人間の身体を罪あるもんとして考えるとか、そういう意味でのバイアスのかかったかつてのスコラ哲学的な意味での人間の特有性みたいなことをいわば排除して、その自然と地続きの事柄として、一から論じることができる、その仕組み自身は我々が語り尽くし得るもんだっていうふうな範囲の中に、そういう神秘性みたいなことを排除した上で人間を論ずるっていう話として今の文を見て、そう考えた場合、実はね、デカルトの方法除雪ってのは、有名なあれね、あれは屈折工学っていうふうな、その論文の序論の位置にあるのが方法除雪っていうのだけども、その本論の屈折工学の中で、頭を輪切りにして その眼球が2個並んでて、そこに光が入ってきて、こんなふうに屈折して図を結ぶ的な話とかが図入りで載ってるんだね。図入りで載ってるのがデカルトの屈折効果なんだけども、それと同じような図を多分こちらの方が早いんじゃないかね、ホッブズの方が。その同じように人間の身体のな、じゃあ人間の眼球を通して光がどんなふうにこうして、どんなふうにそれがというふうな、同じようなというか、まさに同じ着眼点で、世界の外と内がいかにつながるかっていう話ね。その意味ある像として自然が人間の中で浮かび上がる。自然と自然の木なら木の現物と人間におけるいわば価値的なもんとして燃やせば燃やすことができるみたいな価値的な意味を含んだ
人間の中の像みたいなもの、それがどうつながるかの議論ね。だから一種その自然と精神みたいなものがそこで一つの協約点を持つような、そんなふうなその人間の仕組みはいかなるものか、いかにしてその自然の中に我々は価値を見出すのか、価値と自然がいかにつながっているのかっていうふうな、そういう自然は自然、精神は精神じゃなくて、その2つが一挙に論じられるようなその接合点をね、求めつつ議論をしてるという話ではあるわけで、まさにそれはデカルトがやったような話でもあるわけなんだね。デカルトはその話を前見てる通り、実体っていうところで形状学的な形で解いていくというか、ほぐしていくわけだが、それとはちょっと違うアプローチね。今のまとめ方からすれば、その自然学的というふうに言っていうような感じ。だからある意味でね、その近代の元祖は誰ですかって言った場合、そのフランス人であればデカルトを挙げるかもしれないけども、イギリス人なら場合によってはこのホッブズがとかっていう言い方も不可能じゃないような気もするね。だからそのいろんな大きな潮流を引き起こしたっていうふうな点では、なんかその大陸的方面の主導性が後の世に受け継がれていくってことを考えて、まあカントの変革から振り返った場合、その大きな王道みたいなものがメインストリームがデカルトの辺から引かれるって話になるわけね。だからこの人が2番手っていうふうにあんまり見ずに、共に同じ時代として同じような正面を切り開いた人っていうふうな感じで見てほしい感じがあるわけね。でだ、書いてることは読んでわかるかな？感覚ってことは何というか、自然学的なことでもあるし、自然に関わる話でもあるし、同時に意味のある精神的な話でもあるわけだよね。単なる無機質な自然のあれじゃなくって、その自然の中に大事なものを見出したり、不要なものを見出したり、変革するべきものを見出したりするわけで、まさにウェルスとして映るわけじゃない。そのウェルス的なものの立ち現れってことが、どんなふうにして我々にとって可能なのかっていうふうな、その、まあ、本源的な議論を、してるわけなんでね。そんな話。そういうわけで、ホッブズによればっていう次の最後の段落一緒に見て、そういう単位である各人っていうのがあり、だから、後々と言っていいと思うけども、後々、かなり後に、個人、インディビデュアルズっていう言い方ができるわけでもあるけども、その、個々独立したそれぞれの、世界を受け止める、粒、世界をそれぞれに受け止めるその起点みたいな意味で、個々の人間を問うというふうなことは、実は非常に新しい話なんですね。これ、その今強調しておきたいと思うんだけども、非常に新しい観点で、その個々の人っていうふうなことが出てるわけなのだ。今更説明するのも変なことかもしれないけども、実はデカルトにおけるそのエゴとかっていう言葉は、個人かというとちょっと違う感じがするんだね。あれ、むしろ人間の理性一般、人間の理性全般みたいな大きな、その人間の理性性そのものみたいなことを別名、レスコギタンス、思考する実体とか、そう思考するものとかっていうふうに言ってて、誰ですかって感じの観点はむしろ蒸発してる感があるんだね。人間たる限りは皆が持ちうるような、そういう理性のその一つの地盤みたいな大きな、一つの一枚岩みたいな感じの理性的なものをデカルトはなんとなくイメージしているように言っていいとすれば、今リバヤさんを書くこのそれぞれのものがそこに参加する
そのまずは粒があるっていうふうな意味で、そのそれぞれのものってことを語るこの立場は、極めてその、今で言う言葉での、その個人ってことを、そこに創始するような議論なんでね。それまでなかった。イメージは分けにくいと思うけども、この時代、まあ人間の何たるかってことは、誰それの王が統治する臣民とか、そんなふうな十把一からげみたいな、あるいはどっかの教区に属する下々の会衆みたいな、その教会単位の中の全構成員とか、その国王の領地のどこそこの、領民みたいな感じの、そんな感じのくくられ方で、まあ、全然その個人っぽくないのね、個人っぽくないのだよ。まだ。だが、そこにむしろ新たな観点といえば新たな観点で、ここにそれぞれの人っていうふうなことを持ち込み、そればかりでなく、それの集合体としてのコモンウェルスってことを語るっていうのは、極めてなんか大きな変動が起こってる感じがあるわけなんだね。それちょっと、もしこのリバヤさんを読む機会があるとすれば、よく考えて読み込んで。実はちゃんと言ってない話が一個あって、デカルト自身では主体っていうふうな言葉がまだないのね。サブジェクト、人間を指す意味で主体っていうふうな言葉を使う用法はデカルト自身ではまだない。まだって言い方は、それを引き継いだ後の人たちが人間の側のことを指す言葉として、サブジェクトっていうふうな言葉をデカルトの後に持ち始めるんだね。そのまあ極致みたいなものはカントがその主体主観主体性主観性っていうふうなことを、根本的な言葉として打ち出すのだけども、だからその大きな方向の流れの中の発端のデカルトは、実は本人の用法としては、人間たる主体がって言い方は知っていないと考えて、まだちょっと別のニュアンスでサブジェクト、スペクトムっていう言葉を使ってるってことなのね。それに対して実はこの今初めて語ることなんだけども、その人間のことをこのトマス・ホブズが主体ってサブジェクトって言い方で表すんだね。人間のことを主体っていうふうなサブジェクトっていうふうに語る、そのおそらくその発端と言っていいのはこのトマス・ホブズなわけだ。他に訳しようがなくて、今と同じような主体、主人公っていうニュアンスにおける主体っていうふうな言葉で人間を指す、おそらく有名な中では最も早い事例みたいな人がホーブズなんだね。だからさっき言った主体から、後に社会を構成する個人みたいな言い方に至るこの系譜を語っていいとすれば、その発端はデカルトとかじゃなくて、むしろホーブズと言っていいかもしれんっていうふうな意味で、ホーブズ大事な節目の人なのね。でも、そう考えてこそあれじゃん。その、いわゆるリバヤさんっていうふうなことの意味が、なんか出てきそうな気がするね。各主体自身の参加みたいなもんとして、各主体自身の関係性みたいなもんとして、コモンウェルスを論じる。それは、その国王の統治とかそういうふうな仕組みから出てくることじゃなくて、その当人自身の存在自身の内容として語りうる意味での個々のものっていうふうなことだね。さっき言った、なんだっけ、目の中に光が入ってきて、そこで像を結んで、その当人の中で世界として立ち現れる個々別々な視点である、起点であるということだから。だからそれぞれが同じように世界に向き合いながら、他者を含む世界に向かいながら、その中でそのいわゆるその価値なるものを各自で掴み取り、
その何て言うか相互制約の中でお互い誤している関係が、それがトマス、ホブズのそのいわゆるコモンウェルスの初期状態なわけでね。そう考えてちょっと次見てみよう。その各人の究極の目的は自己の保全である。それは死を恐れ、快適な生活を求める私たちの多分プロペンシティっていう言葉で傾向性に示されている。これは人間の身体的精神的能力の平等性の指摘も合わせてなされるわけだが、それとともにホブズの政治哲学に関わる最重要な人間論上の洞察である。にゃにゃん。とかでね、個々のってことが大事なわけだよ。各人ってことはね。で、しかし、各人が複数だってことが同時に大事なんだね。というわけで、各人を実現しつつ、かつ、その相互ってことを実現する、その一つの大きなまとまりは何であるかっていう問いが、さっきのコモンウェルス論なのであるって話だよね。コモンウェルスっていうのは、あくまでその構成する単位としては、構成する内容としては、さっき言った意味での人間たちっていうふうなことであり、その人間たちの存立の原理みたいなものが、死を恐れ、快適な生活を求めるっていうふうなことなんだね。だから、快適な生活を求めるっていうふうなことは、自分さえ良ければ的な話になりがちな人を差し置いて、自分の何かその利得をっていう話にもなりかねない。しかし、それが相互にそうだとすると、一種の果てしない殺し合いにつながりうるってわけで、それをどちらの行き着く先が死なわけで。その死を恐れるっていうふうなことは、そんなふうな共倒れ的な血で血を洗う争いみたいなことへの回避の原理にもなるわけだろうね。だから、そのプラスとマイナスみたいな両方のその方向に引っ張りながら、生の充実と死の回避みたいなことの2つを常に軸として方向として持ちながら、その者たちが共存しうる、そういうありさまっていうのはいかなるものかってことがリヴァヤさんの問いなわけだね。ということになるよね。そんな話として、今のというかその当時の世の中がそういうふうな話で動いておるかというふうな問いをしてしまうと、現存する国家体制との何らかの対立関係に陥りかねない、そして現に陥るって話が、ホブズの運命なのだね。そういうわけで、どうしようか。そのホブズの写真があるじゃん。その下のところ読んでみようと思うけども、イングランドの哲学者。まあ、なんとなく当時のフィロソファーだから思想家みたいに一応読んでて。オックスフォードふにふにと書いてあって、1629年、ギリシャの、あれね、歴史論っていうのは、だいぶ我々が考える歴史の議論と違うんだけども、スキュディデスの歴史という本、ペロポネソス戦争史、ペロポネソス半島の南部に、あれがアテネがあるんだね、アテネがね。そのテーバイとかなんかいろいろと地名聞いたことあるかもしれんが、スパルタとかラケダイモニアとかいろいろとあるわけで、その中で様々なことが幾重にも繰り返される。ちょっとだけの歴史の話しておくと、歴史が何ていうか、一つの目標に向かって何か近づく、そこに歴史的な積み重ねがあったり、目標への接近があるみたいな発想は、ギリシャ的じゃない。このこうしてここへ至るゴールがあって、
そこにいかに近づくか的な発想は、前見た言い方で言えば、覚えてるかね、アウグスティヌスのところに、アウグスティヌスは25ページなんだけども、そこに「神の国」っていうふうな本が紹介されてんだね、キュータス・デイ。その「神の国」っていうのは、そんなふうな地上にありながら神の国の到来を予期するみたいな、あるいは用意するっていうふうな感じの、一種の目的論的な、その目標あっての、その意味で右肩上がりの、その大事なところへの接近上昇って感じのニュアンスの歴史論なのね。それはキリスト教的な、とりわけそのアウグスティヌス的な歴史論でもあるわけだけども、それが歴史の全てではない。その上昇発展みたいなニュアンスの発想は、最終的にはヘーゲルが後で獲得することになるんだけども、その下地は一種のキリスト教的な、その勾配のある歴史論なんだね。だが、その作りですみたいな人の話は、こんな感じね、この何て言えばいいんだ、そのサイン波みたいな感じで、同じようなことが繰り返し起こると。そのなんかこれ交流してまた没する、交流して没する、その果てなき、同じことが起きますねっていうふうな感じの、言ってみればなんつうんだ、線分じゃなくって果てのない直線みたいな感じの歴史なのね。さっきの創造から始まり救済に終わるっていうのは、まさに線分なわけじゃん。始めと終わりがある線の中の話で、そこにストーリーがあるわけだけども、この原始的なものはいつになっても何も成長しないような 同じことを繰り返して、また新たなことが別の形で起こりましたか的な感じの本なんだね。だから、ある意味でその、エルム街の惨劇、そのなんだかみたいな、同じことが繰り返されて果てがないような話でもあるわけなんだ。でも、そういう歴史観ってあるわけで、例えばそのそのアイスランドのサガみたいなものとか、神々さえも何かまずいことをしでかして、汚れて、それを浄化するために、火と炎のラグナレクが起こって、神々ともどもみんな沈没して、また新たな世界がそこに芽吹く的な話で。それもまたこんな感じだね。つまり、その一直線的な歴史観、その線分的でかつ上昇的な歴史観が全てじゃなくって、そうじゃない、なんて言えばいいんだ、別の観点がある、別の時間感覚があるってことを知るためには、非常にそのアウグスティヌス的でない歴史ってことを、こういうのもありますっていうふうに参照することは意味があるんだね。原始的にはまさにそんなふうな、同じことの繰り返しの果てなき連続の中に人間の運命性を見て、それを論ずるのが悲劇でもあるわけなんだ。悲劇っていうのは、同じようにみんな没落していく、人間運命に抗い何か達成しようとし、しかしやはり敗北する、そんなふうなことの、その一種のノルネンたちの示す運命から逃れられない人間のありさみたいなことが悲劇の話なんだね。英雄が現れて最後になんか決着つけるって話にはならないわけなんだ。だから、そのホームズがそういうのをあえて訳したことに、もし意図があるとすれば、そういう別なる世界のありさま、別なる時間感覚とかを参照軸とするような、その意味での自分たちの英国国教会みたいなものの語る歴史論とは違う、別の視点をね、そこに持ち込むっていうふうなことも、あながち無理な議論ではないわけなのでね、そう断言してるわけじゃないんだが。にゃにゃ。というわけで、フランスに亡命と書いてますけども、見ての通り、その、帰国したり、
帰国するってことは、なんかその回復し、政治的な、なんて言うんだろうね、その弾圧みたいなことから回復したりとか、いろんなその他の人間関係等々、政治局面とか等々の事情でいろんなことが起きるんだけども、すべて自分でそれはよく読んで理解して。そういうわけで、いずれにしろかなり中心からそれた場所で、中心に対して一種の議論をした人であり、そんなその王道に生きた人じゃないのに読者がいたんですね。読者が現にいて、今でもその書物が伝えられてるわけだから。そんなわけで、ここにこの新たな息吹に共感する人が、そこに大事なものを見る人がいるのは確かなわけなのだ。さて、そこら先はちょっと法学論に関係するかもしれんから、一応軽くだけ見て、しかし読めば分かる話だと思うから、そのホームズの国家論、とりわけ自然権っていうふうな話を見てて、それ一応今読みつつ出席を取ろうと思うので。各自読んで、もう一回言うと、43ページの大きな3番を読みつつ、出席に対応すると。出た。哲学史。違う。これだ。そうだ。余計な話であるんだけども、コースコンテンツに、講義資料ってのがあり、一番下にもう出てるかな、そのホワイトペーパーっていう風なのが出てるはずなんだね、さっきタイマー仕掛けたから。いわゆるタブララサっていう言葉で、その、なんつうんだっけ、そのジョン・ロックの話まとめる、白紙っていう風なことで、その、あれっていうか、ジョン・ロックの思想の要みたいな説明があるけれども、タブララサっていうよりも本人英語でホワイトペーパーだからね。今もし見ることができれば、暇ならば、ホブズも読んでるって、中身覚えてるってなれば、その新しいジョン・ロックのところなんだけども、ホワイトペーパーっていう引用をちょっと見といて、これがあれね、縦書きで言うとね、縦書きで言うと、ジョン・ロックが、127ページに、127ページの縦書きに、知識の唯一の起源としての経験っていうふうな引用があるんだけども、知識の唯一の起源としての経験という縦書き127の、その段落の全文かな。それがこれだと思うね。その中の、あれ？これを、この折り返しはみんな共通なのかな？最初の行にホワイトペーパーってあるかね？最初の行に。これしかし、ホブじゃなくて、ジョン・ロックね。ジョン・ロックの話をしてんだけど。じゃあ、それ見ながらにして、レスポンをやろう。にゃ？ぐらいで20分。猫ライン、オンライン。いるんだっけ？いる。一応、
オンラインはチャットで、いなくなったら、別的な。よし。で、なんかあれば、その出席、今、対応できない話があれば、こっち来て。じゃあ、中身に少しずつ入りながらやろうと思うけども、万人に対する戦いみたいな言い方があったりするけども、その人間は人間にとって狼であるみたいな言い方があったりもするけども、それは実は大変古いね、なんて言えばいいんだっけ、ヘレニズムからずっとつながってくる言い方で、別にトマス・ホッブズの言葉ではない。トマス・ホブズの言葉と思って引用するとちょっと違うわけだけども、そのような話だね。つまりその人々に慣れ親しまれているそのことを理論的に説明すればどう語り得るかっていうふうなことで、そういう観点でこの人間論から解き起こし、人間と自然の関係を解き起こし、その人間同士の関係として語る、そういう中身の中で立体的にその議論があるわけね。そしてそれはこの技巧的に自然状態っていう言い方を持ち込むことにより、そしてその時何が起こるかっていうふうなことからして、国家を樹立する必要があるって話に持っていくためだね。しかもこの意味での国家、この意味での共同性を獲得するための国家っていうのは、恐怖政治みたいな形で、強権を持って人々を締め上げるっていうふうな形では、うまく機能しないっていうふうなことを論じながら、自らいわば参加し、自らの責任でそこに自分の身を置くっていうふうな形の、その再結集、艦隊再結集って感じの、そんなニュアンスで議論が進むと考えておいて。そうですね、具体的に言えば、その強権国家みたいなことを排除するっていうふうなことも中身に含むわけなのでね。それはいろんな意味で差し支えがある話。ところで、予告のために言っておくと、自然状態っていう言い方はルソーでもなされるね。ちょっと一応指摘すると、52ページ開けて、52ページの2の4行目。こちら同じような言葉のフランス語だけども、52ページ横書き、ルソーを、2番の4行目にも、エタ・ナチュレルだっけ？そんな言葉があるんだね。しかし、同じ意味じゃない。だいぶ違う。だいぶ違うから、自然状態という言い方したとしても、各人、各様っていうふうな意味で受け止めておいて。それで、一応言い出すと、
自然っていうふうな言葉をいろんな意味で変遷を持つんだけども、ギリシャの自然の発想とキリスト教のカトリックの自然の発想だいぶ違う。それでそのスコラ的なカトリック的な意味での自然っていう意味と放物もだいぶ違うんだね。で、さらにここからゲーテはまた違うだろうし、またカントも違うだろうしってんで、この辺りから急速にその自然という言葉を用いながらいろんなことが何て言うか、その論じ直されるわけだけども、覚えてるかね、前やったスピノザのところで農産的自然と初産的自然だったね。あれはそのクリエーションって意味での創造に関わる話だったんだね。生み出されるっていうふうな話で、生み出す神と生み出される神、生み出されるものとしての神と生み出されたものとしての自然みたいな話で、あれは能動的なその生むっていうふうな動詞的なニュアンスが強かった。その言葉をてことして、スピノザは何だっけ、いわゆる泛神論を展開したわけだけども、このホブズはだいぶ違うね。文脈からなんとなくわかるかね。さっき言った眼球を通して光が入ったりするような、そんな感じのあれだね。生物として、生態として、有機的化合物としての人間がいかに、生きてるかっていうふうな、その現状のことだね。生まれながらにしてって言い方をここで言っていいとすれば、生まれながらにして持ってる人間の本性っていうふうな、本性って書けるね、哲学では本性と読まずに本性っていうふうに読むんだけども、元の本と性質の性と書いて合ってるわ、本性っていうんだね。前指摘したんだっけ、してないかもしれないので言うんだけども、あれじゃなくて、ちょっと待って、出てこない。そう、48ページ開けて、48ページ。今のホブズからつながるヒュームに至るイギリスの話なんだが、ある種イギリスの話の締めくくりの位置にヒュームとか、あるいはヒュームの友人のアダム・スミスとかがいるんだけども、そのヒュームね、ヒュームの年齢、ちょっとまずヒューム48ページ横書き、48ページ開けてヒュームの年齢見て、このヒュームの主張の中で、その48ページの2番、人間の学としてのヒューム哲学っていう項目で、ヒューム哲学の中核は人間本性論の署名が示す通り、人間本性、これ、さっき言った通り、本性と読んだらアウトな、本性の原理の探求であるニャンニャンと書いてるんだけども、これ、言ったかもしれんけども、ヒューマンネイチャーって言うんだね。この人間本性論、ヒューマンネイチャーについてっていうふうな題なわけなんだ。なんだっけ、トラクタトスだっけ、よくわからんが、そのコンサーニングオンヒューマンネイチャーっていう題で、ヒューマンネイチャーに関する論っていうのの訳が人間本性論っていうふうに訳されてるわけね。そして、古い訳では人生論 人生論っていう、人とさっきの立身弁の性と書いて人生論っていうふうな、生きるじゃないからね。そのまさにヒューマンネイチャーを人と性と訳してるわけだけども、そういうネイチャーっていう言葉が大活躍なわけだ。もともと人間はこういう本性をしておるっていうふうに、人間の本質を論じるっていうふうなこと、人間の本質から議論するっていうのが、今のヒュームにもあるわけだけども、その大事な発端が今見ているホッブズであると考えて。
さっき言ったように、スピノザはちょっと違う意味で使うからね。そのナトゥラって言葉は違う意味で使うから、その人間の本質、人間の本性。それで念のために大事なことを言い出すんだが、この後見るジョン・ロックもそうなんだけども、人間とは何か、人間の本質は人間とはいかなるものかっていうふうな問いを正面から問うわけなんだね。ホブズの辺からそういう人間の本性、人間の本質を問うことが一種、主流となる。それ、新たな動きなわけなのだ。それをよく理解してほしいんだけども、ある意味でルネサンスの辺から出てくる方向づけかもしれないけども、それを直に受け止めて自分の論としてやるのがこの今の人たちで、それまでは人間の何たるかっていうふうなことは問うべきでないこと、問っちゃいけないこと、問えないことっていうふうに、位置づけられたのね。人間の何たるかはそのまさに神のみぞ知るっていうふうな観点で、何のために君が生きてるかっていうのは、その神の思し召し、神の指令、神の思惑に即して、それに即するべくそのこの生が与えられてるっていうふうな意味で、人間が自分の生きてることの意味を問うことは、言ってみれば、その神の指令みたいなことを吟味する、詮索する、その神の指令みたいなことを、場合によっては拒否せんがための、そんな経路になりうるから、人間が自分の生の意味、生きてることの意味を問う、人間、自分とはっていうふうなことを問うことは、長らく、そのキリスト教世界では禁じ手なんですね。だから、その人間が自分自身のありさまを直に問うっていうことを、あえて始めるっていうのが、極めて大きな事件でもある。このトマス・ホブズ、そしてジョン・ロックが人間とは何かっていうふうな問いを大事な問いとして、しかも問い得る、問わなきゃいかん、そういう問いとしてその提示するってことは、非常に大きな節目となり、かつ大きな事件でもあるんだね。それをよく理解しよう。言い出す必要ないけども、その NHK スペシャルかなんかで、人間とは何か、これは人類の昔からの問いであるって言い方をするのは間違いないですね。キリスト教世界ではそんな問いはなかった。ギリシャだったかもしれんけども、キリスト教世界ではなかった。というわけで、その新たな問いとして人間の本性、人間の本質っていうふうなことを語るのが、問うのが、そして説明するのが、このロックとか、今見てるホブズの辺、これを講師として始まる議論なんでね。で、ヒューム至る、なだれ込む大きな流れがある。その意味で、直に自分に即して、人間のありさまに即して、かつ、さっき言った個人みたいなものとしての人間に即して、人間論を展開するっていうのは、ちょっと大陸的じゃないですね。大陸的な、デカルトとかとも違う。多分、スプラントともちょっと違う。その意味で、この自己の経験、自己自身のこの世でのありさまっていうふうなことをてことして、世界を論じ、反射的に自分を論じるっていうふうな、この道筋はちょっと独特なのね。さて、あとはもうこれ読めば分かる話で、社会契約論みたいな話だとなだれ込むまとめで、このような説明であれば、多分高等学校の教科書でも出会うことになるんじゃないかと思うので、各自読んで吸収して、ただ大事なことだけ説明足しておくと、自然権ってのがあるね。これ一応右の中で見て、ナチュラル・ライツ。法学史的には、そのポジティブ実定法みたいなことと対比的に、置かれたりするかもしれんが、ちょっと説明足しとくね。
実は自然権、自然法、そんなようなことと、実定法、それともに近代的な言葉なのね。そして、共にある意味で目指すところは似たところであるってことをちょっと先に説明させてもらいたいのだ。すなわち、共にその自然権も自然法も自定法も共に、あれね、上から押し付けられた法に対する拒否っていうようなニュアンスを持ってんだね。神の名のもとに、その我々と下ってきた法っていうふうなことを法源とせずに、むしろ、人間の本性に即して法を構築する、法体験の土台として人間の自然本性を土台とするっていう言い方で、その上からの六段的なものを拒否する話と、人間の理性に即して自らが法をそこに置く。ポジティブって言葉は置くって意味ね。ポネレっていう動詞が置くっていう言葉なわけだ。そこになかったところにその法を自ら定めるっていう意味が実定ってことね。だから神の創造行為じゃなくて、人間が自ら法をそこに据えるって意味で、人間による創造行為として法をそこに立てるっていうことが実定法ってことの一番の意味なんだね。だから理性に即して自らが置くっていうことも、その上からの権威に対する拒絶であり、自然法的な意味で自然本性から法を語るのも同じところを目指す話であるんだね。この方向の違いみたいなことは、まあ、ある意味で合流しながら、いろいろと錯綜しながら進展しもするわけだけども、いずれにしろ既存の法に対するプロテストっていうふうなことの手法なのでね。それを一応確認した上で、ホッブズはナチュラル・ライツってことを語ると。各人は自分自身の生命を維持するため、自分が欲するままに自分の力を用いる自由を持つ。それは各人がその判断と理性とにおいて、ここでも一応理性って言葉が出るわけなんだね。自分自身の生命維持のために最も適切な手段だと思われる、means だと思われる、あらゆることを行う自由のことを指すというふうにまとめてますね。この意味での無制約性っていうふうなことを自由というふうに語り、新たな自由の根源としての自己の存在ってことがここで樹立されるのであり、これがしかも同時に法源であると、法律の根源である。それでそれによって自由ってことを法的に保障する必要があることにもつながっていくわけなのだね。だから自由というのを、利権の調節っていうふうな意味でのマグナカルタみたいな形じゃないものとして、俺様にも取り分がある的な話じゃなくて、その人間の本性から論ずるっていうふうなことが新たな否定しがたい議論なわけなのだ。だからその自然権の自然本性っていうふうなことが同時に平等性にもつながることがあることはわかるよね。みんな同じだけ、さっき言った身体的なその仕組みみたいなことは、みんな等しく、そのさっき言った自然論の中で保障されてるとした場合、その生命体である限りはみんな同じくっていうふうな話になりもするわけなんだね。だが、今の話の中でちょっと少しだけ、さざ波が立つのは、理性、判断と理性って言い方があるんだけども、この理性がどこまでどんな意味で各人に保障されてるか、どんな意味で各人その多い少ないなしにそこに共通してあるかっていうことは、ややその未消化な議論なわけなんだね。ここに関して後で見るジョン・ロックは、その理性的なものは自然本性的にそこに
据えられてるわけではなくて、むしろその自ら獲得しなきゃいけない項目であるって話で、そこでその白紙って話が出てきもするわけなのだ。だから初めから備わってる的な話で、共通性語る道が、このホブズとか、あるいはデカルト、分類で言えばデカルトにも、ライプニッツとかにも、その生得観念っていうふうに言われる、あらかじめ人間としてある限りはそこに存立する神の観念とか、今の場合なんだろうね、自己保存の観念とかもそうかもしれんが、そんなふうな観念のその先行性みたいなもの、それを話の基盤に置くわけだけども、それでいいのか的な意味の、その話でいいのか的な意味のプロテストがこの後に見るジョン・ロックにあると考えて、その経験論というところの経験の節目は、その理性的な判断能力も我々は経験的に獲得するんじゃなかろうかっていうふうな、理性的な思考能力も経験的に獲得するんじゃなかろうかっていうふうな、そんなジョン・ロックの議論をまあ発端とするわけなんでね。今の話をした場合に、じゃあジョン・ロックは理性に多い少ないがあるんですかとかって、生まれつきあるんですかって話になるかというと、そうじゃない。そうじゃなくて、ジョン・ロックはなんで白紙ってことを語るかっていうと、国王も白紙であると。国王ももともと白紙であるって話をしたいわけであって、だから何が大事かっていうと、みんな同じスタートで始めた場合、みんな同じだけ獲得する、まあ、いわば余地がある。だから何が大事かって言ったら、教育が大事だって言うんだね。教育っていうふうなことこそが大事である。素地的には国王も平民もないって話の意味での、その低い方の共通性における、そのいわば平等性がジョン・ロックの立場であると言える。である意味でいろんなものを満たしてるっていうふうな、この一つの完結した個人っていうふうなことを語る側から議論するのがホブズとも言える。そんなふうに分けた場合、共に一種の平等性を語り、その平等じゃない形での、国政の運営ということに関して何らかの異論を唱えるっていうことは大きな話としてあり得るわけなんだが、その理論的な下支えね、そこに経験論的な話と、そのさっきの生得観念っていう言い方の方を、大陸合理論というとすれば、あるいは理性主義というとすれば、ちょっと違いを見出すこともできるわけね。それがどんなふうに対立し、どんなふうに合流しうるかということが、これから先の話だけども、そこにすでにしてこのホブズの議論も一枚噛んでるわけなんでね。自然権っていう、あるいは自然法っていうふうな発想は、その一種の生得性みたいなことになるのというふうな話。それから、その本文、自然状態の話から後ろは読めば大丈夫だろうかね。能力がそれぞれ平等で、1億倍の筋肉持ってる人はいないと。その意味で、おつむの働きも他方に優越するっていうふうなことが、100倍とかなくって1.1倍ぐらいしかないって話ね。そういうわけで、同じ者同士の争いっていうふうなことが出場として、その場合、何が起こるか、それで何を回避するべきか、という話につながるのは、いいとしよう。そういうわけで、じゃあ時間があるから、あと10分ぐらい、そのジョン・ロックの、導入っぽいところを見ていこうと思うんだね。で、一応、さっきのことをもう一回繰り返しておくと、マナバの、コースコンテンツの一番下に書いてあるホワイトペーパーってやつは、縦書きの、127ページの知識の唯一の起源としての経験。これなんだね。
これをちょっと景気づけに読んでみようかと思うので、いきなりだけども、縦書きの127を読んでみよう。こんな感じの人っていう紹介の意味で、ジョン・ロックの文、人間知性論を読んでみると、そこで心、マインドが、いわば全く、合ってたっけ？ 文字の書かれていない、キャラクターの書かれていない白紙ホワイトペーパーで、何のアイディア、観念も持たぬ状態にあると想定しよう。いや、想定するべきなんだがって意味で想定しよう。観念はいかにして心に備わるようになるのか。というふうにして、どこから来るかを問うんでね。この人間の観念の出どころ、我々は観念を扱うことしかできないとすれば、我々の全ての知の出どころを問うてるって意味でこうなってる。人間の生むことなく際限なき空想力がほとんど無限の多様性を持って描いてきたこの膨大な観念の蓄え、我々が知り得ること全てを心はどこから得てくるのか、推理と知識の一切の材料を心はどこから手にするのか、こういう大きな問いがあるとして、これに対して私は一言でエクスペリエンスであるというふうに、経験からであると答えると。経験のうちに我々のあらゆる知識は基盤を有し、知識は全て究極的には経験から引き出されてくるのである。外的な客観的センシティブな対象についてであれ、我々自身によってセンセーショナルかな、我々自身によって知られ知覚され、内省される、リフレクトされる心の内の作用についてであれ、それについての我々の観念こそが、観察こそが、知性に思考の全材料を供給する。これが2つの知識、外から入ってきたものと、内の中で、内で生み出されたもの、2つの知識の基礎である。外から得てきて、それを中でまたつなげたり、加工したりする、内側で再生産されるものと、外から受け取って、その材料となるものの2つってことが今の2つなんだね。これを見た上で、その1個目の1個右のページの126の後ろの縦書き読んどくと、ある人々、デカルトらの間で確立された説に従えば、知性には正徳的な諸原理、すなわち現象的な諸概念、共通概念があり、魂、ソウルかな。魂はその存在の最初からこれを受け取り、世に出てくるとされる。だがという意味で次読むと、もし子供とか白人に魂があり、心があり、そこに刻印された正徳観念がもしあるのだとすれば、彼らは必ずやそれを知覚し、必然的にその真理性を知り、同意しなければならないはずだ。だが、そうはならないところを見ると、明らかに、各刻印された正徳観念などはありはしないのである。なぜならそれがもし生まれつき刻印されている原理で、ないというのであれば、どうしてそれは正徳的であり得よう。違うよね。そして、刻印されている原理であるならば、どうして知らぬままでいられようか。その子供とかは知らない。ある概念に心に刻印される、ある概念が心に刻印されるといい、しかも同時にその心はその概念を知らず、今まで気づかなかったというのでは、この刻印も空無でしかないというふうに、これ大体連続する議論の2つの引用なんだけども、正徳観念とされるものを皆が共通に持っているっていうふうな、その高いところの統一性みたいなことを拒否し、その最低限の我々は観念を受け止める能力を持っているというその最低のラインの一種の共通性、あるいはその、平等性みたいなところから議論を始めるわけね。だからこのロックの話も観念の話だけしたいわけでもなく、知識の話したいわけでもなく、そういう本性を持つ者たる人間が相合するときには、どんな政治体系があるべきかというふうな話につながりうる下地の議論をしてるっていうことでもあるわけね。これ今のが単純なその
知識論だって話で済ましちゃいけなくって、さっきのホブズもああいう人間本性の議論から政治論になったと同じように、今のこの認識論、知識論、ジョン・ロックの方も大きな意味において政治論につながる話なんだね。それでそのジョン・ロックも現に、その政府に関する議論とかを有名な本を書いたりするという話ね。にゃ。まだちょっとあるから、横書きをちょっと先頭だけ見ようと思うので、さっき興味があれば横書き、縦書きのやつの原文見といて、もう振り返らないと思うから。英語だからね、なんとなく普通につるつる読めんじゃないか。しかも、ちょっとだけその文字書いてるかもしれんけど、基本的にその300年前と今同じなんだね。そのいわゆるモダンイングリッシュだから。横書き、44ページ。ロックはこれこれで生まれた。これこれに入学し、これこれ、これこれだった。読めばわかるね、ここはね。そして、しかし大事なところは、シャフツベリーってのは、シャフツベリーというそのファミリーは、後々、あれというか、アダム・スミスとかヒュームに関わってくるから、一応そういう、その、なんて言えばいいんだ、知識人のスポンサー的な位置を持つイングランドの人なんだね。そう、シャフツベリーって覚えておいて。シャフツベリーにくっついてアダム・スミスは留学したりするわけなんだ。途中でやめるけど。にゃにゃ、後ろ読むと、彼の顧問として、政務に携わる1683年、政治的陰謀への参画の嫌疑を受け、オランダ、いろいろとあったね。その、エラスムスとか、スピノザとか、いろんな人が、ここなら大丈夫か的な場所がオランダだったとして、明和革命後の1689年に帰国し、寛容についての書簡、統治に関する理論、同じような連続した年に書き、これとともに人間知性論、さっきのあれに引用に、あれが現代も載ってたから、もう一回見ると、なんだっけ、出てこない。ですね。ヒューマン・アンダースタンディングのはずなんだけども、知性と訳すか、アンダースタンディングっていう言葉を知性、理解力っていうふうな意味で捉えて、今言っても忘れるかもしれんが、アンダースタンディング、理解力、知性のドイツ語訳が、母性って訳されるんだね。カントとかで母性って訳される言葉があって、フェアシュタントなんだけども、それは英語で言えばアンダースタンディングっていう言葉、理解力っていうふうな言葉のドイツ語版の訳なんですね。というわけで、この今出てきている言葉である知性っていうふうな言葉、理解力っていうのは、さっき言った意味での理解力とまずは考えとして、つまり、白紙からでも中身を得て、大きな中身を構築できるっていうふうな、その、白紙だからずっと白紙じゃなくて、白紙の中にいろんなものを書き込み、体系化することもできる、そういう能力全般がアンダースタンディングで、知性なんだね。だからなんだろうね、初めから持ってるものを五章大事に使いますんじゃなくって、新たに組み替え、新たに付け足し、とうとう新たに発見し、とうとうそんな風へと広がっていきうる、そういう一種の地盤というふうな感じがアンダースタンディングに知性にあるわけなんだね。まあ、そんな感じで今言った人間知性論というふうなものの紹介があり、この部門と右のページの統治理論っていうのは本面違うけど、さっき見た通り同じような年代に書いてた並行する本だったよね。つまり別の意図じゃなくって、大きな一つの意図において書かれているもんであると。知性に即して政治があり、
この政治の中で知性が実現されるその知性が知性として花開くようなそういう場面を政治が要しなきゃいかん。そんなつながりで一つに合流していく話と考えて下読みしといて。といっても前のお題がジョン・ロックだったんだっけ となると次何をするか分からんが、多分なるべく早めにここを切り抜けなきゃいかんので、バークリーかヒュームかなんかの辺で先取りする形でお題を出しそうな気がするから、また課題が出たら見といて。これからまた1週間単位の区切りとなるから、そのペースでね。で、かつ、もう1個の課題はみんな分かってるよね。大丈夫だと思うんだけども、それやっといて。じゃあまあ早めだけども、おしまいにしようか。お疲れさん。さよなら。バークリーやってもあまり甲斐がないから、バークリー飛ばすかもって感じで、ちょっと先だけども、ヒュームでもやろうかと思うね。大きなんですけでど。もどう字数がうん。大体具体的な文字数言われてないじゃないですか。A を2枚って読めるし。うん。うん。大体何数で言えば1000文字ぐらいですか。君の感覚で、その A4 って何文字ぐらい？ A4 ってそのタイプによるんですよ。文字数うが。ん。うん。なんそで、れで、君前は、回の、うん。中間レポートで大体何文字ぐらいなんで。うん。だが、はい。全部で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 ね。うん。A4、僕の場合は、40、40で 1600でやってんだけども、ああ、千六百え、なあ。僕の場合ね、だから普通でも40、30で1200ぐらいの検討を予想してたんだけども、だから1200かける2枚ならば、2000とかなんかそんな感じがあるわけだが、一応まあ今指摘していいとすれば、2000文字目標で書いてみたことが。2000文字終わりあました。あ、でも確かにキリがいいんですあ、そうだ、そのあたりで。ね。ありがとうございます。2枚。住んだような住んでなかったような住んでるかな。あ、オンラインおしまいね。うん。いないのか。まあ、いずれにしろおしまいだ。いなさそうな雰囲気。